生けるカバネの詩は、山口雅也の長編推理小説。1989年10月、東京草原社の書き下ろし推理小説シリーズ、相川哲也と十三の謎の11巻目として、刊行された。山口雅也のデビュー作である。1989年このミステリーがすごい。第8位。1998年の同ランキングの10年間の、 作品から選ぶベストオブベストで1位、2008年の20年間の作品から選ぶベストオブベストで2位、2018年の30年間の作品から選ぶキング・オブ・キングスで1位となった。2018年には著者による全面開講版が出版された。1900年代以末、アメリカ各地で死者が蘇るという奇怪な現象が続発する。ニューイングランドの田舎町。 トゥームズビル。バーリーコーン一族はここで、州内随一のスマイル霊園を経営していた。最近屋敷に滞在するようになった一族のパンク青年、グリーン。グリーンは一族のお茶会の日、誤って毒を口にして、自室でひっそりと死んでしまうが、ご多分に漏れず蘇る。グリーンは自分が遺産相続をめぐる計画殺人の煽りを食ったのではないかと考え、 死者であることを周囲に隠しつつ、自分の死の真相を突き止めることを決意する。しかし事態はさらに進展する。当主スマイリーの通夜の夜、後を取った長男のジョンが葬儀堂の遺体安置室内に置いて、視察隊で発見されたのだ。さらに、スマイル霊園には、夜な夜な行動する謎の殺戮者の存在が、生と死の境界が曖昧になった世界で、 不倫は一連の事件の真相を突き止めることができるのか。リミットは自分の肉体が腐り切ってしまうまで。ありがとうございます。